じゃあこの辺とですね、メンバー紹介をやってみようかな。まあ皆さんご存知だと思いますけど、今年もう一度改めまして27年、ちょうど1988年にバンド結成したんですね。88年ってどういう年だったかちょっとこの間調べてみたんです。そしたらビーズがデビューした年なんですね。じゃあ俺らこの年でビーズと同期うわあとですね、男組もそうでしたね。ひょっとして俺たち間違ったらジャニーズありえないですという年にですね、僕らは残念ながら本業のサラリーマンという職業だったんでデビューしなかったんですけど、もしデビューしてたらですよ、ビーズと同期で20、あとじゃあ俺たちも3年、30周年目指して頑張ろうな松本なんですね言ってたかもしれないですけど、さっきくだらない話をお聞きしますけど、ボーカルギター大川圭司です。よろしく。以上でメンバー紹介を終わります。あ、ごめん、最近ね、本当物忘れがね、忘れて多くなっちゃって、最近昨日何食ったかも覚えてないからね。じゃあギターボーカル菊池透。そしてボス、ボスだね。ボーカルベース安藤弘樹。そしてですね、ワークスでは4代目のドラマー、まだ正式じゃないみたいですね、見習いらしいですけど、ドラマー見習いの川島、頼むぜ川島。そして、ここのとこも本当も結構お世話になってますね、このおじさんには、ギャロージョージ。そしてですね、最後もこれ今日意外とこの人見に来た人も結構ねいるという噂が、実は3月にこのサックスの林くんっていうんですけど呼んだらですね、もうファンが増えちゃって、でなんでオガクス見に来んじゃないのか、林くん見に来んのかっていうぐらいですね。でその後もたまたま見に来てくれてた歌を歌ってるお姉さんが林くんをぜひ紹介してくれって言うんで、六本木でチャーリーズクラブっていうところでよく金曜日とか多いのかなライブやってるんですけど、まあ、そこに連れてってですね、でその彼女が林くんにどうしても今度、ステージサポートしてほしいって口説き落としまして、6月の頭でね、で、一度やってまた8月にやるそうですけど、超売れっ子です、サックス林哲郎。でもう一人ここで、僕 の, 同い年なんですけど、別に学校一緒とかじゃないんですけど、たまたま年齢が一緒だったという、沖縄から、出稼ぎに来てます、高野さんです。高野さんはですね、もう東京に住んでも何年か住んでるらしいんですけど、普段は沖縄 の, 琉球舞踊をやってるおじさんでして、で去年 の, 夏にですね、違うライブがあったんですけど、ライブの1週間前に飲み屋で偶然知り合いましてですね、で、まあ、三振もやるって言うんで、じゃあ一緒にやりませんかって言うんで、その1週間後のライブで初めて、リハもなしでやったという、今日これでも3回目ぐらいですかね。